チェイカー、または、チェカーは、ウラジーミル・レーニンによって10月革命直後の1917年12月20日に、人民委員会に直属の機関として設立された、秘密警察組織の通称である。ロシア語での正式名称は、反革命、サボタージュ取締り、全ロシア非常委員会で、略称は、ベーチェイカーとなる。チェイカーと呼んだ場合にはこの名称から、 全ロシアが取れることとなる。その管轄がロシア共和国に留まらなかったことからこう呼ばれる場合もあるが、米抜きで呼んだ場合は、全ロシア非常委員会の各都市の支部を指す可能性もあり、正式名称に沿って米チェーカーと呼ぶことが好まれる。ソ連ではチェーカー勤務者や一般に国家保安機関に勤務する者の,のことをチェキストと呼んだ。西側諸国では、 チェキストという名称は、反革命の地で汚れた人物のことを指す部別語として用いられた。また、チェーカーに限らず、チェーカーの系譜につながる GPU や KGB の構成員もこう呼ばれた。以上のような用法はソ連でも使われていたが、言葉の意味合いはかなり異なっていた。チェキストの呼び名は祖国を保衛する重責を担う人々への損傷とみなされており、 チェーカーを設立した、レーニンも、良きコミニストは、良きチェキストでもあるという言葉を残している。なお、ソビエト連邦の崩壊後のロシアでも、ある情報関係者が自分たちを、チェーカーに属しているものと表現し、その場の少なからぬ関係者の同意を得るという一幕があった。1917年の10月革命翌日以降、官僚によるゼネラルストライキが拡大した。 これに対してボリシェビキは恐怖し、ストライキの拡大を食い止める必要に迫られた。12月に入ると、権力の混乱防止のために、ボリシェビキは10月革命前夜に設立した軍事革命委員会の解体を決めた。いかにこの危機を乗り切るかが焦点となった。レーニンは、フランス革命時の革命裁判所検事である、アントワーヌ・フーキエタンのような人物が必要だと感じていた。 12月2日に軍事革命委員会のトップだったフェリックス・ジェルジンスキーを断固たるプロレタリア的ジャコバンに指名し、12月6日に彼にハンゼネストのための特別委員会の設立を任せた。レーニンはサボタージュと反革命と戦うための例外的な手段を取るよう文書で指示した。そして12月20日、ジェルジンスキーは 特別委員会設立の草案を人民委員会議に提出、承認を受けた。内容はメンバーの一人、マルティン・ラーチィスが1922年2月10日にイズベスチアで公開した。その内容は以下の通りである。レーニンは1918年6月に一時期廃止された死刑を復活させた。10月革命後に、ハンボリシェビキの西側諸国の干渉による、 ロシア内戦勃発後、チェーカーは例人により、裁判所の決定なしに、即座に、容疑者の逮捕、投獄、処刑などを行う権限を与えられた。これが粛清の引き金となる。1919年5月15日、労能国防会議の決定により、チェキストには、赤軍兵士と同等の最上級の食料、配給権が支給されるようになった。粛清に反対していた、 左翼 SL 出身の司法人民委員、イサーク・シテーンベルクは、チェイカーを自身の監督下に置くよう要求したが、ジェルジンスキーは、チェイカーの威信に傷がつくとして拒否し、チェイカーはあくまで党の監督下にあると主張した。このように、チェキストに政治的な配慮がなされ、レーニンは常にチェイカーを擁護していた。チェーカーは、建前上、あくまで党に所属するものとされていたが、 実質的には、レーニン個人の直属であったと言っても、過言ではない。実際、レーニンがチェーカーに反革命に対する、具体的な鎮圧方法や監禁、監視の詳細などを指示した文書が多数残されている。チェーカーの主要メンバー当初チェーカーは、組織的体系も整っておらず、人数も100人足らずの少数であったが、次第に組織も整備され、人員も増やされていく。 1918年4月11日から12日の深夜にかけてチェーカーは、モスクワのアナーキストが立てこもる20件の住居を襲撃し520人を拘束25人を処刑した。これがチェーカーによる最初の計画的な行動とされている。その後もチェーカーは赤色テロの先法となった。ロシア皇帝ニコライ2世一家の殺害には、 ヤコフユロフスキーら3人のチェキストが関与していたとされ、亡命できた者を除いて、ミハイル大公ら皇帝の親族や従者に至るまで全員が斬殺された。チェーカーにより、帝政時代の富裕層は人民の敵、反革命分子となり、貴族、地主、聖職者、軍人、コサック兵は証拠もなく無制限に逮捕され処刑されていった。民間人も対象となり、 中には外国人に道を教えたという理由だけでスパイ活動を行ったとされ処刑される者もいた。さらに粛清はエスカレートし、チェーカーのメンバーの処刑まで行われるようになり、内部告発にまで至ることもあった。1921年3月、トルキスタン戦線のチェキストグループは中央委員会宛てでメンバーの処刑を非難するとと,ともに、処刑の恐怖があるためにメンバーは 人間ではなくなってロボットになってしまうと報告している。チェーカーの任務は前述した以外にも反革命勢力の地盤としてのロシア民族主義を根絶することにも向けられていたため構成員は可能な限りロシア人以外の民族から補充するようにしていた。内戦が終結した1922年2月8日、チェーカーは GPU と改名し1934年に NKVD の一部局となる。スターリンの死後は1954年、再び独立して、KGB として存続する。KGB 及び共産権の秘密警察は、チェーカーを手本としており、残虐な尋問、拷問、処刑などの手法が受け継がれた。ありがとうございます。